ハーバード大学とは、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州ボストン近郊のケンブリッジに位置する総合私立大学。IB リーグの中でも特に伝統のあるビッグスリーの一つで、イギリス植民地時代の1636年に設置されたアメリカ最古の大学である。各種の大学ランキングでは常に最上位に位置する名門校で、政財界から学術分野まで幅広い分野で、 指導的な人材を排出し続けている。2018年時点で8人のアメリカ大統領、48人のノーベル賞受賞者、14人のチューリング賞受賞者、48人のピュリッツワー賞受賞者が出ているほか、32人の元留学生が母国で国家元首となっている。卒業生や企業からの巨額の寄付と巧みな投資戦略によって、 極めて不遊なことでも知られ、米国で財政状態の指標とされる大学基金額は2018会計年度では全米の大学で最大の370億ドル以上に上る。また2017年に億万長者となった卒業生の数188人も全米の大学で最多である。創立者、ジョン・ハーバード像として設置されている彫像。 三つの嘘の像の呼び名がある。足に触れると幸運が訪れるという言い伝えがあるため、左の足先がすり減っている。ダニエル・チェスター・フレンチ作。ハーバード大学はアメリカ最古の高等教育機関であるが、大学がいつの時点で発足したのかは明確になっていない。イギリス植民地時代の1636年9月18日に、 招集されたマサチューセッツ湾植民地の議会で、学校、または、カレッジ新設のために資金を支出することが議決された、ため、これが、創立年とみなされている。1639年、新京都派の牧師ジョン・ハーバードが依存した財産と、蔵書をもとに、カレッジとしての活動が、本格的に稼働し始め、同時に、 ハーバードカレッジハーバードカレッジという名称が用いられるようになった。自身も卒業生の数学者チャールズ・ W ・エリオットは1869年から1909年まで約40年にわたって学長を務め多くの大胆な改革を行ってハーバードカレッジの研究、教育機関としての位置を大きく引き上げた。1782年の医学部設立とともに カレッジからユニバーシティとなる。1817年には、ハーバードロースクールが設立された。2018年時点の教員数、約2400人、学部生、約6700人、大学院生、約15000人。大学の中核キャンパスは、ボストン近郊ケンブリッジのハーバードヤードにある。3キロほど離れた場所に、 キャンパスがあるマサチューセッツ工科大学を筆頭に周辺には60を超える大学があり国内有数の学園都市を形成しているハーバードヤードには大学事務や一年次の学生が住む寮のほか、ナチ学生戦士者を記念して作られたメモリアル協会タイタニック号沈没で息子を失ったワイドナー夫妻によって設立されたワイドナー記念図書館 ロマネスク様式建築のセバーホールなどの建築物がある。ヤード周辺には南北戦争の戦死者を記念して作られたメモリアルホール、科学教育施設であるサイエンスセンター、デザイン学関係のガントセンターなどがある。また、西洋美術のフォッグ美術館、東洋美術のサックラー美術館、ガラス製植物標本で有名な 自然史博物館など、常設公開施設もあり、多くの観光者が訪れる場所となっている。オールドヤード・ハーバード・ホール、マサチューセッツ・ホール、ホールデン・チャペルのある付近が、ハーバード大学の一番古い部分であり、オールドヤードと呼ばれる。ユニバーシティ・ホールの裏側のメモリアル協会、ワイドナート書館がある部分は、6月に卒業式が行われる広場で、ターセンテナリー劇場という、 ワッズワースハウスは1726年建築で19世紀半ばまで学長の住居だった。独立戦争時にジョージ・ワシントンが司令部を置いたことで知られる。南北戦争の戦死者を記念して作られたゴシック風建築。内部はサンダース劇場と呼ばれるコンサートホールになっている。毎年9月末恒例のイグノーベル賞の受賞式はここで行われる。 カブは、ロッカーコモンズと言われ、学生食堂、たまり場になっている。フォッグ美術館、ハーバード大学最古の美術館、西洋美術、印象派やピカソの作品が有名。連結したブッシュライジンガー美術館は、北欧美術、東洋美術、イスラム美術など非西洋美術が中心。東洋美術、イスラム美術や写本など非西洋美術が中心。 ハーバード大学の教授であった、博物学者、ルイア・アガシーの理想である、スタディ・ーネイチャー、ノット・ブックスを実現した、博物館。鉱物学地質学博物館、比較動物学博物館、有名なガラス製植物標本がある、ハーバード大学標本館、植物博物館からなっている。ピーボディ考古学、民族学博物館と、物理的に接続している。 ルイ・アガシーは、大森海塚を発見したエドワード・エス・モースと、指定関係にある。サックラー美術館堀り置きセンターは、ハーバード大学の運営事務棟。1階には、ハーバード大学の案内書などがある。学生による、ハーバード大学ツアーの開始点。ザコープ・ハーバード大学生協であるが、マサチューセッツ工科大学にもある。ハーバードスクエアには、書籍を扱う店と、 ハーバードグッズを扱う店の2点がある。ハーバード大学に入学した学生は、1年児をハーバードヤードとその周辺にある寮で過ごすが、2年児から4年児卒業まではハウスハウスと呼ばれるシステムに属し、大部分の学生がハウスに寄宿する全寮制となっている。ハーバード大学のハウスは、ハーバードヤードからチャールズ側の間を中心に12個ある。 それぞれのハウスには、専攻、学年、人種の違う学生が400人ほど集まり、1000人の教員がいて指導が行われ、同窓会組織も強い。日本の皇后政子が、ハーバード在学中に寄宿した、ローウェルハウスなど、外観が優美な建築物も,も多い。ハーバード大学記念協会清司教と改修派の指導者育成校として設立され、 現在でも神学校があり、卒業式にはプロテスタント関係者が参加するなどの関係がある。また、キャンパス内にあるメモリアル教会でも宗教関連の行事が開かれる。設立当初の目的は社会と教会の指導者を育成するとなっており、教育標語はヨハネ福音書17章3節から取った神とその子、キリストを知るだった。 ハーバード大学の校風はリベラルであると言われ、社会的少数者の受け入れにも積極的である。アメリカ合衆国の政権で言えば、前学長がクリントン政権にいたことからわかるように民主党と関わりが深いと言われているが、ハーバードビジネススクール出身のジョージ・ W ・ブッシュ、元共和党大統領やヘンリー・キッシンジャーのように共和党政権の 主要人物が教弁をとっていたこともある。マサチューセッツ州のアマースト大学、ウィリアムズ大学、コネチカット州のウェイズリアン大学、ペンシルベニア州スワースモア大学といった名門リベラルアーツカレッジを卒業して、ハーバード大学の大学院に入学する学生も少なくない。大学院の教育は専門職大学院をはじめとして、その質の高さから、 世界の教育機関の規範となっている。ただ、グシーズなど、他の大学に比べて、法人教育の傾向があると言われる。ハーバード・カレッジ。ファカルティ・オブ・アーツ・サイエンシズという、リベラル・アーツ学部によって運営されている。ハーバード大学の学生の専攻は、他の大学のように、メジャーとは呼ばず、コンセントレーションと呼ばれる。その他、他の大学とは、 学期試験の時期が異なるなど、ハーバード大学独自の方式や伝統が見られる。同じケンブリッジにある、マサチューセッツ工科大学 MIT とは、単位交換などができる姉妹校として、基本的に共同的な運営が行われている。近年、MIT とハーバード大学の共同事業として、ブロード研究所が設立されるなど関係が深まる。一方、工学系が弱かった。 ハーバード大学でも工学系学科の充実が行われつつある。41選考。メモリアルホール大学院、ハーバードメディカルスクール大学院は、学術系大学院のグシーズなどのほかビジネススクール、ハーバードエクステンションスクール、ハーバードロースクール、ケネディスクール、 ハーバード大学医学大学院など12の専門職大学院とラドクリフ研究所で構成している。ロースクールはハーバードヤード北側、ケネディスクールはヤードから少し離れた場所にある。ビジネススクールはチャールズ川を挟んだオールストンキャンパスに、メディカルスクールは距離的に離れたロングウッドキャンパスにある。これらの大学院は 全米で常にトップクラスにランキングされている。ワイドナー記念図書館、ハーバード大学図書館は1638年に創設され、アメリカで最も歴史がある図書館になっている。図書館システムは1530万冊の蔵書を持ち、学術図書館として世界最大級の規模を誇る。この規模は、米国議会図書館に次いで全米2位の蔵書数であり、 世界では、米国議会図書館、大英図書館、フランス国立図書館に次いで読みとなっている。図書館システムの中心にあるのは、ワイドナー記念図書館であり、その他、90個余りの図書館を有する。例えば、多数の日本語書籍を所蔵するイエンチン図書館や、カウントウェイ医学図書館などがある。 堀置センターアメリカ合衆国最高の教育水準を保つハーバード大学であるが、地理学に関しては1956年以降、地理学者がいない状態が続いている。ハーバード大学は、かつて地形輪廻を提唱したウィリアム・モーリス・ギビスや、環境決定論で知られるエルズワース・ハンティントン。 人文地理現象を自然との関係で捉えようとした、イザヤボーマンなどの地理学者を排出してきたが、1948年2月に財政難を理由に、地質、地理学科の地理学部門の閉鎖が決まった。実際には、地理学者、エドワード・アッカーマンの準教授への承認をめぐる、駆け引きが、きっかけとされ、学内からは、エドワード・アルマン、学外からは、 リチャード・ハーツ・ホーンやカール・オー・サワーが地理学部門を守るために尽力したが結局廃止に追い込まれた。杉浦義夫は20世紀の地理学者の中で卒業生のイザイア・ボーマンが時のハーバード大学総長ジェームス・コナントに存続を働きかけていたら状況は変わっていたかもしれないと述べている。しかしボーマンは同じ政治地理学分野で 考えの合わなかったダウエント・ホイットル星が、ハーバード大学で教弁を取っていたこともあってか、コナントに働きかけをすることをしなかった。閉鎖に伴ってアッカーマンは、シカゴ大学へ、アルマンは、ワシントン大学へ移籍し、最後まで残ったホイットル星は、1956年に、休止し、ハーバード大学の地理学は、終焉を迎えた。 キャンパス俯瞰上級生向けに12の学生寮がある。3月上旬に行われる、ハウジングデーで2年生からどこの寮で暮らすのかが知らされ、夏休み明け直前に一斉に引っ越しをする。2年生以上も1年おきに部屋が変わる。それぞれの寮に教授が住んでおり、教授宅でのパーティーをはじめとしたイベントは多岐にわたる。12寮それぞれが、マスコットキャラクター、旗、 色を持っており、3月頭に行われる、ハウジングデーでは、それぞれの量をモチーフにしたビデオを撮影、公開したり、オリジナルのユニフォームを作ったり、着ぐるみを着たりと、様々な個性、工夫が凝らされ、キャンパスは賑わいを見せる。またダドリーハウスは、ハーバード13番目のハウスとして、大学院生を組織化している。ハーバード大学が、不動産部門、アパートを持っており、 大学院生のための住居を圧戦している。コナントホールなどの大学院生専用居住施設もある。期末試験の最終日、前夜、ハーバード大学では、学部生たちによる、産声と言われるストリーキングが行われる。学生は男女を問わず、衣服を脱ぎ、ハーバードヤードを二周する。中にはパンティーを着用する人もいた。二学期制のハーバード大学では、この行事が、 年2回開催されるわけだが、その1回は極寒を誇るニューイングランド地方の冬に行われることになる。参加者の中には、ケープやマスクを身につける者も,もいるが、正規は丸出しのままである。ストリーキングが行われる周辺は見物車で埋め尽くされ、開始前には、楽隊の演奏が群衆を盛り上げる。2018年現在も行われている。ロックフェラーハイオカリススキー。 ハーバードの授業を、同志社大学のキャンパス、施設において実施している。アメリカから、大学の教員、大学生が来日し、講義はすべて英語で行われる。同志社大学の学生もスタディーパートナーとして、講義とフィールドトリップに参加することができるが、交流目的の参加であり、他民は付与されない。ありがとうございます。